そうよ、そこ、いいわ、もっと、そう、もっと、あ、すごい、いい みんな、よかったよ。今回はピロタン、君が一番だった。第3段階で君が繰り出してきたプニプニアタック光線にはやられたよ。それから君。もしもし。マリアです。上がりました。お疲れ。次すぐ目の前、スターダスト306号室。ミルカーさんがお待ちかね。ふーい。今日はもうそのまんま直帰でいいから。よろしく。メッセージは1件です。いつまでそんなこと続ける気。ただいま留守にしています。ピーという音の後にお名前とご用件をお入れください。ファックスをお伝えする方は送信ボタン。私は好きでやってるの。自分が何者かも分かんないくせに。被害者みたいな言い方やめてくれる？メッセージは以上です。あなたは誰？私はハルミ、ジョーのハルミ。聞くけど、ハルミって何者よ？ハルミは私。私は私よ。嘘。それはあなたじゃない。ハルミは偽物よ。もうやめて。こんな争いしたくない。始めたのはあなたでしょ？私は何もしてない。あなたが勝手に現れた。あなたこそ何者？私はマリア。ずっと前からここにいたわ。違う。そんなはずは。人気デザイナー、サギ月子さん襲撃に端を発する連続通り魔事件。その新たな犠牲者が、ここ武蔵野南小学校で。果たしてバット少年の目的は何なのか。謎が謎を呼び、付近の住民は恐怖を感じています。また、4人目の被害者、平雄一君は現在、慈愛大附属病院に入院中で、その安否が気遣われます。まずいっすね。一度聴取した少年が第三の犯行現場に居合わせ、しかも今度はその少年自身が被害者に。課長になんて言われるか。結局詐欺つき子も関係なさそうだし、まさか無差別の。短絡するな。どんなに無秩序に見える犯行でも、そこには必ず因果関係がある。今度の事件だって最初の二つは月子絡み、あとの二つは平雄一絡みだ。月子と雄一さえ繋がれば。因果関係ですか。ぼちぼち行くぞ。失礼します。倫理学特攻の受講生たちのレポートです。ああ、そこを一緒に置いといてください。はい。ああ、蝶野さん。はい。お茶、入れてもらえませんか。時々、自分がどこにいるのかすらわからなくなる。私は誰？誰でもない。誰だかわからない。ここはどこ？私の居場所は。ここが私の居場所なの？これが本当の私。
他人を恐れて地味な女を演じてるあなたとは大違い。私は自分自身を楽しんでるの。それから私のバッグ勝手に使うのやめてよね。今マリアと話しました。マリアは少しずつ消えていく自分の存在を感じているそうです。でも消えることに対して恐怖は感じていない。だからこそ今楽しんでいると言っていました。マリアはあなたが安心できる居場所を見つけることを望んでいます。あなたが自分を取り戻してくれればマリアも安心できると。マリアの言葉をそのまま受け入れる必要はないと思いますが、彼女に頼まれたので伝えておきます。メッセージは以上です。課題研究指導の予定表です。ああ、ありがとう。今年は忙しいですね。今年は誤解生が多いですから。あ、蝶野さん。はい。僕と結婚してくれますか？メッセージを消去しました。やめるんだって？もう知ってるの？あ、はい。マリアです。入りました。残念だな。人のものになっちゃうとか？まさか。ただもう潮時かなって。携帯番号教えろよ。知ってるくせに。それは仕事用だ。白い方の携帯番号教えろよ。どうみー。ああ、その体ともお別れか。お前は俺の拠り所だったのにな。他にもいい子がいっぱいいますよ。本当に今夜が最後なのか？そうよ、夫、おっさん。新しいメッセージはありません。天気だな。ずっと研究室にこもりきりだったから、こんな天気のいい日に外にいるなんてなんだか不思議な気分ですよ。あ、すいません。あ、マリアちゃん、リップの日野ですけど、今夜お願いできるかな。21時に昼川さんなんだけど。なんで知ってるんですか？え？どうして私の携帯番号を？どうしてって、自分で教えてくれたじゃない。マリアちゃん、やめました。私やめました。だからやめるのをやめたんでしょ。昨日だって出てくれたじゃない。もしもし、もしもし、おーい。ちょっと勝手すぎるんじゃないの？そんな結婚する頃ってさ、都合よく私が消えてなくなると思ったわけ？私のもの全部隠し出してもう絶対に許さないからね。
もしもし。そうですか。挙式は行わずにお写真だけ。格式ばったことはどうも。でも記念は記念ですから。最近は多いんですよ、そういう方。あの、書き終わりましたけど。ではこちらを元にカタログを出しますので、その中から3着ほど選んでいただいて、実際にご試着なさった上で1着決めていただくという流れにしたいんですが、よろしいですか。はあ、いいかな。じゃあそれでお願いします。なかなかお似合いですよ。それでもうお二人で住まわれてるんですの。いえ、まだこれから部屋を。大変でしょう、いろいろとお忙しくって。ええ、そろそろかしら。お客様よろしいでしょうか。ほーい、じゃじゃーん。どう、似合う。素晴らしい。さ、先生のところへおいで。たっぷりお仕置きしてあげるから。にゃん。逃がさない。自分だけ逃げようとしたって無理。逃がさないんだから。しっかりして。目を覚まして。マリアなんていない。結婚するのよ。バッカじゃないの？偽物はあんた。っていうか早く消えてよ。何？開けてみて。さっきの店で買ったんだ。わあ、素敵。ありがとう。リングができるまでそれで我慢してください。すごいですね。こんなことだったらちゃんと式挙げてもよかったですね。お待たせしました。よろしくお願いします。2枚続けて撮りますんで、目をつぶらないように注意してくださいね。じゃあ、行きまーす。はい、続けてもう1枚行きまーす。そうですか。ご結婚おめでとうございます。いえ、入籍はまだなんです。ところで、相手の方はこの病気のことを？やはり、説明しないといけないでしょうか。一緒に暮らすのでしたら隠し続けるのは困難だと思いますよ。それにこの病気の治療には相手の方の協力が必要不可欠です。覚悟はしておいてください。どうしたの、雄一君。どこか痛いの。先生を呼んできましょうか。蝶野先生の方が。え？先生の方がお医者さんが必要みたいだ。かかりそうっすか。ほーい、今すぐ行きまーす。マリア。マリアって誰なんですか。え、昨日の電話酔ってたんですか、あの後。すみません、失礼します。
客さん、これ結構時間かかりますよ。あれ？お客さん、前にも乗せませんでしたっけ？あ、いや、なんか見覚えがあるんだけどな。来てるのはこっちなのに、なんだか元気そうね。前よりも大人っぽくなったみたい。うん、だって証明されたから。え？僕が犯人じゃないって。そうでしょ、僕被害者なんだもの。少年バットが解放してくれたんです。私も解放されたい。わかるでしょ、解放されたいのよ。私も認めちゃいなさいよ。偽物はあなただって。わかるでしょ、解放されたいのよ。私、わかるでしょ、解放、わかるでしょ、わかるでしょ、わかる。わかるでしょ、解放されたいの。もしもし。あたし、早く認めちゃいなさい。あなたが偽物だってこと。その苦しみから解放してあげる。少年バットが解放してくれたんです。メッセージを消去しました。はるみ、はるみさん、よかった。今すぐ証言取るってわけにはいかなそうですね。先に平雄二だ。彼女との関連性を確かめる。彼女もほっとした様子でしたね。何？詐欺月子に買わず、平雄一、蝶野晴美、みんな通り魔に襲われてどこかほっとしているように見える。大丈夫かお前。鳥居さん、鳥居さん、帰るのか。おじいちゃん、ダメよ。こんなところに帰っちゃう。後で大きい紙持ってきてあげるから。おじいちゃん、それ何？ちょう。ここ武蔵野で
で数週間にわたり犯行を重ねていた連続通り魔犯が昨夜ついに逮捕されました。ハルちゃん、なんと犯人が捕まったみたいですよ。交番に勤務するごく普通のおまわりさんだったのです。犯人逮捕に至る経緯をお話し願えますか。自分は、は、早くしないとまた遅刻しちゃうよ。うん。ふきちゃん、うん、よかったね。祖母、祇園精舎の鐘の声、昼の耳には馬耳東風、千夜一夜の夢のあと、七つ転んで八つ起き、小金の狐がコンと鳴く、筑波の獅子が馬に乗り、ブロードバンドでピアーと行く。さて